行っちゃってもいい。はい。お仕事大きな男性あります。お仕事の男性には十分にご注意ください。ハッピーバースデー、誕生日おめでとうございます。こちらからお座りください。お仕事大きな男性があります。お仕事の男性には十分にご注意ください。いろいろな人は前に起こる順番に間隔空けずにお座りください。ポートで写真撮影、動画撮影、大歓迎ですが、飲食はご遠慮ください。お仕事の男性は十分にご注意ください。それでは、出発の前にお願いがあります。安全のため立ち上がったり、ボートで足を外に。お客様からは国に離さないようにしてください。緊急中はその場に座ったままお楽しみください。どうぞありがとうございます。それでは左側のお座席どうぞ前の方からお座りください。ありがとうございます。左側どうぞ。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。最後階段回るシートもご利用ください。皆様ご協力ありがとうございます。会場それでは間もなく出発です。3週間の旅ということになっていますが、たまに3年に旅行ということになります。ご家族と連絡を取りたいという方は今のうちにお願いします。あ、そうそう、ゴリラが1匹行方不明になったという情報がありました。念のため隣を見てバナナを食べてみてはないか確認してください。大丈夫そうですか。毎日言うてことがありますから。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。私は元日号の船長渡辺です。冒険に出発する準備はできていますか。ジャングルには危険がいっぱい、何が起こるか分かりません。そんなジャングル探検の強い味方がこれ、何かあった時にはきっとこのお守りが私たちを助けてくれることでしょう。それでは出発。あっという間に1週間が経ちました。ここは雨の森です。この雨には美肌効果があるので、ぜひお肌にパタパタしてあげてください。ジャングルの栄養分が豊富に含まれています。カバのくしゃみ、ゴリラの汗、ゾウの鼻水、完全にお楽しみください。このジャングルにワニが全部で何匹いるか数えてみてください。正解の方にはワニと泳ごう楽しいジャングルの旅、片道切符をプレゼント。これワニたちにとっても美味しい話なんだそうです。あれはアフリカゾウ。ゾウといえば長い鼻と大きな耳、彼らは視力があまり良くない代わりに耳はとってもいいんだそうです。あのゴリラが持っているのはピースパネル。早めに集中したら大変。おっと、皆さんも一緒に。おっと、あー大当たり。こちらのゴリラとワニ、昔はジャンケン夢中でしたが、最近新しい遊びを思いついたそうです。その名もいないなーバナナご覧ください、雄大なアフリカの大草原。でも、キリンの島はみんな心配そうじゃないですか。それもそのはず、本日のライオン一家の特別招待客はシマウマさん。明らかに嬉しそうではありません。あら、あの方たち、実は昨日の私のお客さん。私がお守り忘れちゃったばかりに飛んだ災難です。ごめんなさいね。皆さんはラッキーですよ。今日はちゃんとお守り持ってきましたからね。皆さんのうちの半分は無事に帰ります。ワイニルのワニの兄弟スマイニーブラザーズ、笑っているようで実はものすごく凶暴なんですよ。可愛顔でも腹の中は真っ黒、そういうお知り合いいません。私はジャングルについて知らないことはありません。どこにどんな木が生えていて、どこにどんな動物が。キャーエビー3人ですから皆さん、船の左側に大集合で、左側にかけてとか上がりました。危なかった。優秀な船長に拍手。危険なエリアに入ってきてしまいました。
カバの敵です。カバという動物は人懐っこそうに見えて実はものすごく凶暴なんですよ。え、そんなの信じられない。いやいや、よく聞いてください。危険な音楽さえ聞こえてくる気がしませんか。さあ、ボートがひっくり返される前にさっさと通り過ぎましょう。あ、太鼓の音聞こえますか。あれは先住民たちです。船長学校に習ったんですが、彼らと仲良くするには踊りを真似するのが一番。ほら、あの踊り。さあ、皆さんリズムに合わせて体を上下にジャンジャン、ぐんぐんぐ、ジャンジャン、ぐんぐんぐ、入ってもーてー。私の思いやり心で受け止めてください。皆さん笑ってる場合です。さあ、これから滝の裏側に入っていきます。ということで、恒例の滝の裏側の謎と滝の裏側の謎を動かす。そう、答えは来たなぜか不気味なところに来てしまいました。一体ここはどこなんでしょう。この神殿、もしかしたらジャングルの守り神が祀る伝説の神殿かもしれません。でもすごく怪しい雰囲気、なんだかちょっと怖いですね。あ、そう、私たちにはこのお守りがあったんだ。何かあればこのお守りが力を貸してくれるはず。勇気を出して進みましょう。これは虎の鳴き声、もしかしてジャングルの守り神。ちょっと答えてみますね。ガオー。あそこを見てください。
様です。足元の大きな段差に注意してお歩きください。部長君どうもありがとうございました。ありがとうございました。足元の段差に十分注意してお歩きください。私はジャングルの旅が大好きなので一人ジャングルに戻ります。ありがとうございました。またお待ちしております。ありがとうございました。行ってらっしゃい。足元の大きな段差に十分注意してお歩きください。部長君ありがとうございました。ありがとうございました。行ってらっしゃい。